高血圧は健康を脅かす症状です。酸素や栄養を体中に運ぶためにも、血圧そのものは健康な血液循環に欠かせないものです。動脈の中の血液を動かして体中に行き渡らせ、期間を維持する働きがあります。高血圧は動脈が細くなり、 血液を押し出すのに心臓に大きな負担がかかってしまうことで引き起こされます。結果的に心不全や脳卒中、心臓発作など様々な症状につながることもあります。医師が原因を特定できなければ心臓発作や脳卒中にかかる確率は60%上昇します。高血圧は静かなる殺しや 高血圧には目立った症状がないため、気づかれないままになってしまうことが多いようです。気づいたのは症状が深刻になってからというケースも珍しくありません。世界の人口の31%は高血圧にかかっており、1万6000人もの人々は無自覚であるとも言われています。この症状には遺伝的な要因もあります。 近年の研究では、腎臓の塩分を調節する役割や、その他の突然変異には遺伝子が関わっているという結果も出ています。ただし、高血圧にはそれ以外の要因もあります。いずれにせよ、座りっぱなしのライフスタイルにならないように気をつけたり、食習慣に気を使ったりすることが大切です。あなたが高血圧かもしれない5つの理由。 高血圧の原因は人それぞれです。この病気につながるリスクの高い要因はいくつかあり、それらのほとんどは日々の生活習慣に関連しているものです。1. 肥満結果、心臓に負担がかかってしまうのです。 体重を落とすことで血圧も下がり、心血管系疾患のリスクを低下させることができるでしょう。2. 不健康なライフスタイル。過剰な飲酒や喫煙、塩分の取り過ぎや運動不足なども高血圧につながる恐れがあります。座りっぱなしであまり動かないライフスタイルは、 年齢層にかかわらず、ますます多くの人が高血圧にかかる大きな原因となっています。毎日運動をしましょう。1日に30分のウォーキングから始め、有酸素運動をルーティンに加えていくのと良いでしょう。バランスの取れた食事も大切です。野菜や果物、低脂肪の食材、全粒粉の穀物を選んで食べると、 健康にも良い効果が見られるでしょう。ストレスや感情ともうまく付き合いましょう。怒り、敵、ストレスなどの強くネガティブな感情も高血圧につながると言われています。こちらもお読みください。自宅でお腹の脂肪を減らす効果的な5つの方法。3. その他の疾患。慢性的な腎臓疾患や甲状腺疾患。 糖尿病、睡眠時無呼吸症候群なども、高血圧と関係のある病気です。患者の10%は二次性高血圧にかかっていることを示す研究もあります。つまり、高血圧がその他の病気によって引き起こされているという場合もあるのです。こちらもお読みください。睡眠時無呼吸症候群と戦う5つの天然療法。 喘息や、避妊などのホルモン治療に使われる薬によって、血圧が上昇することもあります。その結果、血管が収縮し、高血圧につながってしまうのです。5、年齢。 40歳を過ぎると、高血圧になる確率が高まります。加齢とともに血管が弾力を失って弱まってしまうのです。粘とともに動脈が硬くなると、心臓に負担がかかります。その他の筋肉と同じように、心臓もたくさん使うことで大きくなります。 そのため心臓はより多くの血液や酸素を必要とするようになりますが、同時に血液循環を維持する負担に耐えきれなくなってしまうこともあるのです。そのため、これからもずっと健康な体でいたいなら、日々の生活習慣をきちんと管理することがとても大切です。インスタントの食品をやめると、過剰な塩分摂取を減らすことができるでしょう。 飲酒を減らし、タバコの本数も日々減らしていきましょう。生活習慣を正し、医師に処方された薬を飲むことで、血圧をコントロールすることができ、高血圧による影響も減らすことができるはずです。高血圧によって体に不調を感じることがなかったとしても、決してずにしっかりと治療を行いたいものです。 一部画像は W, Ikehel, IHW.com より借用。